写真左側が一類ベースコーチ、写真奥が三類ベースコーチベースコーチとは、野球で、それぞれ一類及び三類岩木のファウルゾーンにあるコーチ、スボックス内に位置して、打者や走者に指示を送る、二名の攻撃側チームメンバーのことである。ベースコーチの役目は、声やジェスチャーやサインなどで、打者や走者に指示を伝達することである。具体的には打者への作戦の指示。 走者への走塁や、気類の指示、ボールの所在の伝達、スライディングするべきか否かの指示などである。特にフェアの打球が打たれた後は、ボールの行方や守備の状況等を冷静に観察しながら、走者に明確な走塁の指示を出す必要がある。二塁から三塁に向かう走者は、打球の処理状況を目視できないことが多いため、本塁に突入させるか、 あるいはストップさせるかの指示は三塁ベースコーチが出さねばならない。状況が一旦落ち着いても、ボールインプレーでる以上に走者がいる場合は、球の所在を把握し隠し玉を防ぐ。プロテクターや打撃用手袋を着用する打者が出塁した際には、ボールデッド時にそれらを回収し、走塁用手袋を渡すのもベースコーチの役割である。打者が打席で構える前に打者と走者に、 作戦指示のサインを出すのは、自チームのベンチが一塁側であるか三塁側であるかを、問わず三塁ベースコーチの役割となるのが通常である。一塁ベースコーチは一塁走者に対して、牽制球の注意を行うのは、もちろん、向き合う形となる二塁走者に対しても内野手が、牽制球ベースカバーに入る動きについて、ジェスチャーで伝達する。コーチスボックスを含むグラウンドの見取り図ベースコーチは、 公認野球規則により定義され、その役割は同規則5.03に定められている。攻撃側のチームは、自チームの攻撃中、2名のベースコーチを一塁側及び3塁側のコーチスボックスにつかせなければならない。ベースコーチはチームの一員であり、ユニフォームを着用することが義務付けられている。原則として、ベースコーチはチームで指定した特定の2人に限られる。 プロチームでは大抵の場合、監督を補佐するコーチがこの任務を務める。ただし、日本ではアマチュア野球では、ベースコーチを特定の二人に限る必要はないとしている。特に高校野球では、選手以外が試合中に、グラウンドに出ることができないため、必ず選手が務める。ゆえに、控え選手が、ベースコーチとしてその任務に当たったり、ベースコーチを務めている選手が、 代打等で試合に出場したり、そのために他の選手がベースコーチを代わったりする様子がしばしば見られる。本来ベースコーチはコーチスボックス内にいて、その位置から指示を行わなければならないこととなっているが、ベースコーチがコーチスボックスの外に出て走者に指示を出すことは規則上容認されている。ただし、肉体的援助、すなわち走者に直接触れてその走塁を援助することは、 認められず、援助を受けた走者が、アウトになる。ベースコーチには、ヘルメットの着用が義務付けられている。これは2007年7月22日、マイナーリーグの試合中にベースコーチを務めていた、マイク・クールボーが打球を頭に受け死亡した事故が起きた、ことが原因である。この事故を受けて、アメリカ合衆国では、翌2008年から、メジャーリーグベースボールも含めて、 ベースコーチのヘルメット着用が義務付けられた。また、ワールドベースボールクラシックでもベースコーチのヘルメット着用が義務付けられた。日本では2009年にアマチュア野球で2010年に日本プロ野球で義務化された。クボリーグでは2011年シーズンからヘルメットの着用が義務化された。ありがとうございます。